バー交換の後、末通コーチに聞きましたらね、普通の人が北見通算で23勝16敗という成績を上げています。現役ではこれは、対する執念というのがね、はい、今年は非常に表に出すようになりました。あ、そうですか、はい、少なかったそうです。あ、なるほど。今日は三塁側のリポートは広島テレビ加藤アナウンサーから、入れてもらいます。打ち上げてファーストのファウルフライです。コーチボックスのところ、思うように力があると言われながら、藤田監督も潜在力はカープが一番だろうとこう言ってらっしゃいましたけども、で、はい、ワンヒットをツーベースにしてましたね、ランニングで、はい、守ればあのツーベースをワンヒットで抑えてました、はい、に見えないですね。あ、そうですか。そこは僕は見た目では一番大きいんじゃないかと思いますけどね。なるほどね。この後はどういう攻撃に受けた打球の後の方はあまり大したことなくて普通に話せますが、足の方はまだ 100% じゃないようですね、はい、現在打率が3割2分8厘2エンド1パッター、これもライトへ、いい当たりですが守備位置ライトのほぼ定位置、2本打ちまして7号を打っています。初球がストライク、2球目外角カーブ決まり、今ホームランを打った中畑がなんともなんという笑いですかね、今の笑いは、やったぞと。